はい、皆さんこんにちは、フラワーディスジです。今日はこういう煮物を入れたアレンジメントの作り方を皆さんに紹介していきます。でこの煮物、皆さんわかりますか？これはナスです。煮物にはね、いろいろあるんですけれども、まあ、この類のやつって大体ナスか唐辛子なんです。ナスと唐辛子をどうやって見分けるかって皆さん知ってますか？実はこうぶら下がってるのはナスなんですね。で上向いてるのは唐辛子なんです。まあ、そうやって覚えておくと一番簡単かもしれないですね。なので今日はこのナスを使ったアレンジメントの作り方を皆さんに紹介していきたいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、それでは始めていきます。今日はね、こちらのこの器にアレンジをしていきます。まずこのナスを、立てていくんですけれども、こう結構折れてるのがあるんですよね。それは最初にもうカットしておきましょう。はい、でこの上のこの伸びてる部分ですね、これも、まあ、全部ではないんですが、ある程度こうカットして、もうナスがついてないのはこう間引いていきましょう。角度がね、いろいろあるんですよ。右のはいいのか左のはいいのか、これはよくこのナスを見極めて刺していってください。この枝が重いのでナイフで平べったくここをカットして、このように留めていきます。そしたらまたこのナスをね、刺していきます。でこう実がこのように2つこう同じ高さに並んでる場合は、どっちかをカットして、まあ、このように段差がつくようにします。そうすることでスマートなアレンジを作ることができます。はい、このように刺していきます。次にクロトンでファンデーションワークをしていきます。クロトンってこのようにね、形が全部違うので、これをどこに配置していくかっていうのが結構ポイントになってきます。こう長く伸ばすこともできるし、もっと短くしたい場合はここをこうカットして、これレインフラワーのカーブをカットするっていうテクニックです。このようにファンデーションワークをしていきます。でちょっとね、今ねこう並べてみたら、ここがやぼったいんですよ。こういうことよくあるんです。そしたらこの配置をちょっと変えます。あとこのカットの仕方も変えます。ちょっとこの辺りに変えました。この後ろのクロトンも、まあ、こう見た時に少しこうね、やぼったく見えてるんですよ。なのでこの配置も変えます。こう変更していくのがやっぱりいい作品を作るためには重要です。次にこのセダムを入れていきます。セダムはこの枝を少しこう間引いて、こういうふうに分けていきますね。からここで、この
ドラセナのレッドをね入れていきます。ドラセナレッドはいつも言うように一番綺麗そうな葉っぱを1枚残してあとは間引きます。葉っぱを必ずこのように綺麗に整えて、そしてこういう長い綺麗なやつは長いまんまにしておきます。で、まあ、少し傷ついてたりしたついやつは、まあ、候補としてこう丸めてホチキスで留めます。でこういう丸めるというパーツを作って、巻くというパーツを作って、アレンジに入れていきます。でここでちょっとこう変わったハスの実をね入れていきましょう。アンスリウムをね入れていきます。こういう落ちてしまった実を竹串で刺してアレンジに刺します。はい、こちらで完成となります。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構いろいろ花材が入りました。で個性豊かな花材もたくさん入っています。でこういうアレンジはこうまとめるのがすごく大変なんですね。適材適所という言葉がありますが、本当に見極めていくのが重要だと思います。あと、最初の時点でこう刺したけどデザイン的にちょっと無理だなと思ったりしたら、途中でこう変更しながらっていうのは、こういう花材の場合はありです。こう測って縦何センチ横何センチなんていう風に作っていくアレンジメントは、あんまりこう考えなくてもできるんですけれども、こういうのも本当に植物素材を、よく見ていかないとアレンジできません。なのでかなりねその人の技量が試されると思います。本当はねこう縦横何センチなんてアレンジメントはほとんどありえないんですけれども、植物ってそれぞれ1本ずつ違う顔をしてるんで、その植物に合ったアレンジメントをしてあげるのが本当のプロだと思います。なのでうちの N フラワーのね会員さんはそういうレッスンをしてますから、みんなどんどんねこう植物を見てアレンジできるようになってますけれども、そういうアレンジメントを目指したい方はぜひ N フラワーに来てください。こう測ってねやるのはところもありますけど、そういうのは自分のスタイルじゃないなと思った人はぜひ N フラワーに来てください。こういうねカップのアレンジメントをどんどん作ることができるようになります。ではまた次回素敵なアレンジメントや花束を紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time。本当にこういうスタイルやりたかったら N フラワーしかないんですよ。なのでぜひね迷ってる方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。